はい、どうも、伊田です。今回はちょっとレンタルピット、ガレージ、ちょっと最近梅雨で雨なんで、ちょっとこういう屋内で ちょっと作業したいということで、今日はレンタルピットを借りて、ちょっとデフオイル交換をちょっとやりたいと思います。一応こちらが貸し出しの工具たちが結構揃ってます。かなり充実して工具がありますね。はい、結構多分何でもできそうです。あと、じゃあ今回はちょっとリフトを借りたんで、リフトをちょっと上げていきたいと思います。こちらちょっと説明してもらったんですけど、こっち長押しで普通に上げる、でこっちは下ろすボタンで上がります。ちょっと上げてみます。楽ちんだわ、やっぱりリフトは。はい、上がりました。でちょっとリアデフの交換をするんで、こちらですね。ちょっと暗いけど、ここから入れて、ここから出すところなんで、ちょっとそれを作業今回したいと思います。はい、ちょっと今リフトで上げたんで、離した裏のボディ補強とかの紹介と、あとまあ点検を兼ねてね、見ていこうと思います。まずちょっとブレーキライン、ここですね。ここ、この前ステンメッシュのやつに変えたんで、漏れてないか、まあ一応漏れてないですね。大丈夫そうです。で、これがリアラテラルリンクのリア側ですね。車高調がついてて、スタビリンクがついてて、これがレベライザーかなですね。これ調整式クスコのやつです。で、この青い棒がリアスタビのなんだっけな、スタビのなんかこの補強するやつですね。で、この青いバーが、これがリアメンバーってやつですね、補強の。あとこれはクスコのリアスタビが変わってます。で、このスタビリンクも一応ショートのやつに変わってますね。で、車高調は HKS の SP と、で、この青い方がリアトレーリングロッド、まあ等調整とかに。で、こっちがリアラテラルリンクのフロント側ですね。はい、まあ、ちゃんと問題なくついてそうですね。で、ここの青いやつ、これなんだったっけな、忘れちゃったんですけど、これも補強のパーツになってますね。はい、あとはドラ車のブーツはまあ大丈夫そうな感じですね。うん、大丈夫そうですね。はい、うん、大丈夫そうだね。で、今度腹下に来ると、このフロアのボディ補強ですね。
これも一応ちゃんとついてます。はい、あとはこれ何だったか忘れちゃったな、名前。これも補強のやつで、この横に入ってる棒がロアアームバーですね。はい、あとこっちもブレーキラインは漏れはなしと、大丈夫そうですね。うん、大丈夫そうだね。で、フロントもクスコのスタビライザーに変わってて、あとこのブレーキの、ブレーキの冷却のホースですね、もちゃんとついてます。このバックプレートも大丈夫そう。で、これがレイルのアンダーパネル。ちゃんとジャッキアップポイントはスペースが確保されてる状態ですね。はい、あ、で、これも一応変わってますね。はい、まあ、こんなもんかな。で、そういえばこっちのホースはちょっと今外れちゃってて、ちょっと付け直そうかなと思ってます。はい、うん、そこのブーツも大丈夫そうだね。まあ、まだそんなに走ってないんで、その辺は大丈夫だと思うんですけど、うん。じゃあ、こんな感じでちょっとね、下の、から下のボディ補強などをちょっと紹介したんで、まあ、今日ちょっとリアデフの交換に来てるんで、ちょっとそっちの作業に移っちゃいます。はい、こんな塗装ブースもあったりするんで、塗装をちょっと自分でできる方も結構いいんじゃないですか。皆さんちょっと利用してみてはいかがですか。じゃあ以上になります。